劇団西川さやかの西川さやかです。はい、その助手の上原ひろです。1月23日に10年ぶりに始動いたします。はい、15分の短いコントをやります。はい、劇バトというイベントに参加します。はい、劇団西川さやか以外にはお肉堂ソレイユさんなどが発表されております。他2組で全4団体の15分のコントを見ていただける。はい、どこでやるんですか。ナンバのロフトプラスワンフェストです。どんな内容にしようと思ったんですか。とりあえず出演をしてくれるのが片岡百万里江さん、はい、片岡自動車工具、はい、と峰素子さん、はい、と私の3人でやりますので、はい、僕は出ない。そうバトルなんで、あの当日見に来てどれが面白かったのかとか投票してもらえたらなと思ってます。はい、まあ、でも一組の夫婦ともう一人の3人の関係がどうなのかみたいな、はい、コント。あ、コントっていうのが、ね、不安ですよ。まあ、このコントっぽい劇って逃げてるからね。だから劇をやってますよ。別に笑わなくても劇ですからって言えるんですけど。けど今回はコントなんで。言っちゃうから頑張ります。はい、頑張ります。頑張ったら笑わせられるの、そういうもんなの。まあまだまだ若手の気持ちで頑張ってたら。じゃあ分かりました。じゃあいつも通りな感じで。そうですね。はい。はい、こう。なんかこういうやつをやれたらなと思ってますんで、はい、ぜひ出してください。お待ちしております。